三角形になるように縦に半分に折って折り目を入れて広げます。三角形になるように横に半分に折ります。左右の角を下の角に合わせるように折ります。折った角を左右の角のところから斜めに折ります。上の1枚だけを折り上げて、下の角を上の角に合わせます。ひっくり返して、左右の角を少し折ります。下の角を上の角に合わせるように折ります。合わせた上の角を少し折り下げます。ひっくり返してマジックで目や鼻などを描きます。耳の部分を折り下げます。